リチャード・ボナは、西アフリカ・カメルーン出身のジャズ・フュージョン・ベーシスト。その才能から、ジャコ・パストリアスの再来と言われている。カメルーン東部にある未開の土地、ミンタ村に生まれる。音楽一家の下で育ち、幼い頃から、バラ・ホン・等の楽器に親しみ、5歳になると家族と共に、村の教会で歌い演奏した。カメルーン第二の都市、ドゥアラに転居すると、 ジャズクラブで演奏するようになった。主楽器はギターであったが、そこでフュージョンミュージシャンでベーシスト、ジャコ・パストリアスのアルバム、ジャコ・パストリアスの肖像に出会い、ギターからベースに持ち替えた。1990年に父親が成去するとパリに渡り音楽教育を受け、地元のジャズミュージシャンと活動するようになる。百九十五年にはジョーザ・ビヌルと共演するようになり、 ニューヨークに拠点を移す。ザビヌルのアルバム、マイ・ピープルの収録に参加し、ワールドツアーにも同行、この折に初来日した。さらに、ハリー・ベラ・フォンテのバンドリーダー及び音楽監督としても活動の幅を広げる。1999年に初リーダー作となるアルバム、シーンズ・フロム・マイライフをソニーミュージックより発表。セッションミュージシャンとしても人気を高めてきて、 ランディ・ブレッカー等と共演をした。2000年は、デイビッド・サンボーンや、ジョー・サンプルらと、SSBB バンドを組み、ワールドツアー。2001年には、NHK テレビ、みんなの歌ように、ギタリストの中村義郎と共作、風がくれた、メロディを発表。この作品でボナは日本語詞に挑戦した。同年にセカンドアルバム、レブランスを発表。この頃には、 ポストジャコパストリアスと言われるほど人気を高めていた。パッドメセニーからも声をかけられ、年間契約のもと、パッドメセニーグループに加わり、アルバム、スピーキング・オブ・ナウに参加し、ワールドツアーにも同行。2003年にバーブレコードに移籍、アルバム、ムニア・ザ・テールを発表、同年に、渡辺和美、オラシオ・イルナンデスとトリオを組み、モーバップを発表、翌年に、 もうバップ2を発表した。マイクスターンや渡辺サダオのツアーでもたびたび来日している。2005年発表のアルバム、ティキはニューヨーク、ブラジル、パリの3都市で録音されている。ティキとはドゥアラ語で宝物を意味している。記事のミンタ村の様子や私生活を追ったドキュメンタリー DVD アフリカンテールも同時にリリースされた。ありがとうございます。